さあ今節は初日ドリーム戦も含めて連勝から始まり、はい、準優勝戦は唯一逃げてこのポールポジションをゲットとなりました、はい、今節の船足の仕上がりいかがでしょうか。うん、自分の体感はちょっと悪いんですけれども、はい、いい感じには仕上がっていると思います。船足はいい感じに仕上がっている、はいはい、何か特徴というのはありますか。まあ、乗りやすさはあるので、はいはい、そこら辺ぐらいですかね、うん、あとは、うん、伸びたりもしないですし伸びられもしないんで。なるほど、はい、ここまでは、では道中の動きはしっかりしているということですね。そうですね、その体感で重たさがあれば、はい、なんかいい感じがします、うん、はい。さあ今日はちょっとね天候が全く読めないところがあるんですが、どういうコンディションになってくれればいいなというのはありますか。はい、まあ、昨日ぐらいとかがいいんですけどね、まあでも、はい、合わせられると思うんで大丈夫です。どんな、うん、平和島はね13年前のクラシックを優勝されましたが、はい、その時もかなり風強かったんですよね。確か。そうですね、はい、波風は大丈夫ですか。ではダメですね。ダメですか。なるべくなら吹かないでほしい、はいはい。ただスタートは昨日トップスタートコンマ06でした。こちらはいかがでしたか。あ、昨日なんかスタートすごい見えてたんで行きましたけれども、はい、はい。まあ、今日もコンディション次第ですかね。そうですね、ちょっと風向きもちょっとわからないので、はい、はい。ただ1号艇人気も背負うと思います。最後ファンの皆様に一言お願いいたします。はい、新年いいスタート切りたいと思いますので頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、1号艇野澤大志選手でした。ありがとうございました。では続いて2号艇蜷川哲平選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ蜷川選手、昨日の準優勝戦はまくり差しての勝利ということで目下4連勝中ですね、はい、そうですね、だんだんエンジンも良くなってきて、はい、いいリズムで来れました、はい。今節かなり大幅な整備も行われてましたが、そのあたりではどんどんいい方向に行ってるんですかね。そうですね、もう前件からずっと整備してて、はい、だいぶそれが馴染んできた感じですね、うん、はい。では昨日準優勝戦を走られてここ良かったなというところはどこでしたか。出足はすごいいい感じがします。出足、はい、ではこの2枠という枠はどうでしょうか。いや、そう、2号艇向きの足だとは思います。はい、さあそしてスタート、昨日は、ね、前半レースではコンマ01という速いスタートもありましたが、今節いかがでしょうか。はい、まあ、エンジン直ってきてからはそれなりに、ね、いいのいけてると思います。はい、さあ平和島は、ね、久々の優出ということになりましたね。そうですね、はい、はい。それでは最後ファンの方へ意気込みをお願いいたします。はい、いい枠番で乗れたんで展開つけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、2号艇蜷川哲平選手でした。ありがとうございました。それでは続いて3号艇矢後武選手です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。さあ矢後選手、昨日はね本当にいいレース、見応えのあるレースを見せていただきましたね。そうですね、久々にチルト跳ねてみたんですけど、はい、うまくいきましたね。チルト 1.5 度で準優勝戦は大外まくりという、はいはい、もう矢後選手ファンは本当に喜んでらっしゃると思います。いい配当も出ましたね。そうですね、はい、お年玉になりましたよねきっと。さあそして今日なんですけれども、優勝戦向けての調整というのはどういった調整を考えていらっしゃいますか。もう今日はもう天候が、ね、荒れる予報で、まあ、今は荒れてはいませんけどどうなるかわからないので、はい、まあ、3号艇ということもありますし普通のセッティングでいきたいと思います。あ、じゃあチルト 1.5 度は考えていない、はい、うん。まあ、4日目までですね、失礼しました、4日目まではチルトマイナスで走られていましたが、はい、そこまでの話というのはどうだったんでしょう。2日目からはもう安定して、いい仕上がりだったと思います。あ、では昨日のセッティングでなくても十分にいい船足、はい、うん、何かその特徴面というのはいかがでしょうか。モーターの、どっちかというと伸び寄りかなとは思ってたんですけど、一度大きくプペラ昨日叩いてしまったので、はい、その足になるかはちょっとわからないけど、まあ、足負けするまでは悪くはならないとは思うんですけどね。はい、さあそしてスタートですが今節はいかがでしょうか。遅いですね、昨日だけ決まってよかったです。なるほど、では昨日ぐらいのスタートを決めていきたい。できれば、うん、はい、では期待しているファンの方も多いと思いますので最後に一言お願いいたします。はい、マイペースで頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、3号艇矢後武選手でした。ありがとうございました。それでは続きまして4号艇三角哲夫選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。
さあ三角選手、今節引きましたモーター74号機バトルチャンピオントーナメントで赤岩選手がかなり序盤の方に大整備をされて手応え感じていたモーターですが、今節の動きはいかがでしょうか。そうですね、最初はちょっと良かったんですけどね、だんだん尻すぼみ状態で、はいはい、あら、ではちょっと優勝戦へ向けては底上げを図りたい。そうですね、はい、うん、具体的にどの部分が欲しいなというのはありますか。ちょっとターン周りがあんまり良くないんでね、その辺をしっかりさせて来てくれたらいいかなとは思ってますけど、うん、直線関係はいかがでしょう。まずまずですね、まずまず、はい、もうそこよりもではターン周り道中の船足をしっかりさせていきたい、はい、はい、スタートですが三角選手は今節いかがでしょうか。そうですね、スローから行った時は良かったんですけどね、ちょっとかましになるとあんまり決まってないですね、はい、ではそこも特訓でしっかりと、はい、調整して修正したいです、はい、それでは優勝戦向けて最後に意気込みをお願いいたします、はい、一生懸命走ります、よろしくお願いします、はい、4号艇三角哲夫選手でした、ありがとうございました。それでは続きまして5号艇山本英史選手です、よろしくお願いいたします。お願いします、まあ、昨日準優勝戦は惜しくも2着となりましたが、準優勝戦振り返っていかがでしたか。まあそうですね、いい感じでまくれたかなと思ったんですけどね、はい、はい、ちょっと船足が違いました。そうですね、ちょっと追いつかれる感じはしましたね、うん、はい、それでは優勝戦向けてはどういったところを求めていきたいですかね。まあもう多分伸び型のエンジンなんで、はい、はい、まあ出足は別に特に求めないです、はい、お、ではちょっと一撃狙うような伸びを求めていきたい。いやまあそこまではつくかどうか分かんないですけど、はい、はい、まあその方向でしか調整はしないです。お、はい、さあそしてスタートですが今節平均コンマ 1,2 と優勝戦メンバーの中で一番早く決まっていますがいかがでしょうか。まあ昨日まではほぼほぼ勘通りに行けてたんで、まあでも今日ちょっと気象条件も変わって、はい、ちょっと自信は今のところはまだないですね。さあ山本英史選手、前節戸田からの連続優勝を目指してということになります。では最後に意気込みを一言お願いいたします。そうですね、優勝を目指して頑張ります、応援お願いします、はい、5号艇山本英史選手でした、ありがとうございました。それでは最後6号艇大塚康正選手です、よろしくお願いいたします。お願いします。さあまずは自身初優出を決めましたが、はい、よかったです、はい、もうお気持ちとしては、はい、昨日いかがでした。いや嬉しかったですね、やっぱ平和島で初優出できて、はい、そうですね、はい、やはり地元で優勝を決めれたというのはかなり嬉しかった、ね、はい、はい、さあそして今節の船足なんですがここまでどうでしょうか。伸びは普通くらいなんですけど、まあ、出足がいいかなっていうエンジンです、うん、昨日準優勝戦を走られてもそのあたりはでは余裕がありましたか、はい、そうですね、ずっと予選しっくりきてなくて昨日はしっかり合わせられて展開つける足にはできてたと思います。はい、今日優勝戦6号艇となりましたがどんな船足に仕上げていきたいですかね。そうですね、しっかり展開つけるように出足行き足関係を仕上げていきたいなと思います。平和島なら6コースも遠くないですよね、はい、そうですね、はい、はい、まあ、今年は平和島のフレッシュルーキーにも選ばれてということですので、はい、気合も入りますね。はい、頑張ります、はい、それでは最後ファンの方へ一言お願いいたします。はい、優勝できるように精一杯頑張ります、応援お願いします。はい、6号艇大塚康正選手でした。